聖法筆割れ優立に、憲本着色第3回文典、高島屋資料館1909年、竹内聖法から1942年8月23日は、戦前の日本画家。近代日本画の先駆者で、画歴は半世紀に及び、戦前の京都画壇を代表する大家である。提出技芸員、第1回文化勲章受賞者。本名は常吉。最初は、 正方と号した、霞中安の号もある。動物を描けば、その匂いまで描くと言われた達人であった。京都府京都市中京区池通り油の工事の川尾料理屋、亀生の一人息子。1877年に四条派の土田英林に絵を習い始めるが、1881年の17歳の時に道派の名手として知られた丸山。 史上派の皇のバイレーの私塾へ正式に入門する。この頃から頭角を表し、翌年には私塾の工芸長となり、バイレー天皇の筆頭と呼ばれるようになる。1887年、23歳の時に結婚し、これを機に絵師として独立する。同年、京都府が学校終了。1889年には京都府が学校に出資し、京都の若手画家の先鋭として、 なお上げてゆく。新古美術会や日本絵画協会などに出品する。1891年、山本春居、菊池義文らと青年学科懇親会を起こす。1893年、シカゴ万博に出品。1899年、京都市立美術工芸学校の教諭に推挙された。1900年、8月1日神戸を出版36歳の時に、 パリ万博で、節中ソースズメが銀杯を受け、視察をきっかけとして7ヶ月かけて、ヨーロッパを旅行し、ターナー、コローなどから強い影響を受けた。1901年2月25日帰国後、西洋の西日南で豪を西方と改めた。1907年、文典解説と共に審査員となり、以後1918年まで歴任した。定点審査員にもなり、 1913年12月18日に、提出議原因に推挙されることで、明日ともに、京都画壇の筆頭としての地位を確立した。1919年、帝国美術院会員となる。また、1909年、京都市立絵画専門学校開設とともに教授に就任し、1924年まで務めた。1924年に、 フランスのレジオンドヌール勲章、1931年にハンガリー最高美術賞及びドイツのゲーテ名誉賞、そして1937年に第一回文化勲章を受けた。昭和に入っての戦時下では軍部に協力の姿勢をとっていたものの、敗戦前に神奈川県足柄下郡湯河原町の天野屋、旅館別荘で病気療養中の折、肺炎のため亡くなった。 評論家の竹内逸は息子にあたる。その画風は史上派を基礎としているが、仮の派の他に西洋の写実画法などを意欲的に取り入れており、革新的な画風を示すことで、日本画の革新運動の一翼を担った。時として、子宮派からは、縫え派と呼ばれて揶揄されたが、大画面を破綻なくまとめる確実な技量のみならず、その筆法には、悠然たる迫力を備えており、 近代を代表する大家であることは異論がない。河野梅霊は画家にとっての写生長は武士の盾脇であると時写生を奨励した。西邦は河野の教えを励行し、当時日本ではなかなか見られなかった珍しい虎やライオンなどの動物から、スズメや猫などの身近な動物まで多くの動物を描いた。うさぎ、猿、アヒルなどは自宅で飼って写生をしている。 射精状には、肘の肩や首筋、部位ごとに本物の羽を貼り付けた射精が残されており、獣を描けば、その匂いまで表現できると評されるほどの卓越した描写力は綿密な射精から生まれていることが伺える。終始観点にとどまり、在野の横山大幹と画壇の双壁をなし、西の西方、東の大幹と称された。また、弟子の育成にも力を入れ、 画塾、竹杖会を主催。上村松園や西山水晶をはじめ、西村湖雲、伊藤昌派、土田幕船、小野筑京池田洋村、橋本関節、徳岡上泉、吉岡花道ら、京都画壇の大半を送り出した。半猫1924年製法が沼津に滞在していた際、八百屋の店先で猫を見て、そうだ、猫を描こうと思い立ったという。 そして、八百屋の女将と交渉して、猫を譲り受け、画質に自由に遊ばせながら丹念に観察して、作品に仕上げた。上村松園、西村五雲、伊藤昌波、西山水昌、三木水山、石崎光雄、土田漠戦、橋本関節、小野筑郷、山下牧、池田洋村、徳岡上泉、山口海洋。ありがとうございます。